箱根駅伝の観戦の名所としても知られる箱根ホテル小涌園が老朽化を受け、先ほど閉館しました。箱根ホテル小涌園は1959年に開業、すぐそばの道路が箱根駅伝のコースになっていることから観戦名所として知られ、家族連れや団体客に親しまれてきました。いろいろ子どもたちが小さな時から結構利用してたんです。子どもの成長とともにしたんで、いろいろありましたけどね名前もね、箱根駅伝でもしょっちゅう出てきますし、本当に寂しい気がします。最後の一夜を過ごした宿泊客は記念撮影をした後、従業員に見送られてホテルを後にしました。この後建て替えや改装を進める動きが相次いでいます。